今日は痛い声取りますでしょ。風邪をひいちゃって、こういう時というのは目どきというんですね。おどきと目どきとあって男の時と女の時ってやりが言ってますね。で今はもう完全に僕は目どきなんですよ。ですから、今真剣勝負をやれって言ったらもう一目散に逃げると思いますね。こんな時やったら絶対切られちゃうから。そうしたら、そういう時に限っていろんなことが起きるもんで、ニューヨークの老子が明日全昭和へ行きたいって言われるから、老子が来るんならもうちょっとかっこいいところをやろうと思っていたら、この仏工場寺というのはですね、消防現像の中でピカイチにわけのわからん賞なんですよ。だから格好よくやろうにも何にもこれはどうしようもないんですね。僕は戦争の時に作戦参謀の下で作戦を立てていたんですが、その作戦参謀がよく言いましたよ。もうどうしようもないそのとこを攻めるようになったらどうするって言って、だからなあしょうがないから、逃げるしかないですよって言ったら、そうだよなどうしようもないところはなるべく遠回りにそこを通り過ぎるのが一番いいんですよ。だから本当は今日は遠回りに通り過ぎたいと思ったら、ニューヨークの老子がそうはいかないよってでまた押し戻されてるわけで困りましたね。あんまり好きじゃないですね僕この章は。道元禅師という方は時々ね、なんかこう訳のわからんことをおっしゃってるなっていう感じがすることがあるんですよ。でだいぶ経つとね、やっぱりそうさなんて思うんだけども、最初からいいなんていう章とは違いますよね。だいたいね、仏様を超えることっていう意味ですもんね。仏向上して仏様を超えるなんてことは私たちには考えられないんですよ。私は寺の息子ですから、で小さい時から仏様が最高だって教わったんでしょ。親父より偉いのは仏様なんだから、その親父でさえ手に負えない親父だったんだから、その上の仏様っていうのはこれは全く手に負えないだろうと僕は少年の時思ってましたね。それは道元さんはその仏様を超えることっていうんだよ、そんなのねえよなっていうのが一番最初ですよ。どうやって超えるんだよ。でもここには、仏を超えることっていう章ですから、もうとにかく一遍読んでみましょうね。高祖金州東山五本大師は丹州雲岩山無住大師の親敵師なり、如来より38位の祖皇上なり、自己より皇上38位の祖なり、大師あるとき衆に示して曰く、仏向上寺を体得してまさに差し語は文あり、そうすなわち問ういかなるかこれ語は、大師曰く、語は字じゃり聞かず、語はのときじゃり聞かず、そう曰く、和尚また聞くや否や、大師曰く、我が不語話の時を待って、すなわち聞かん、今言うところの仏向上寺の道、大師その本祖なり、寺世の仏祖は大師の道を参学し来たり、仏向上寺を体得するなり、まさに知るべし、仏向上寺は大因にあらず、過慢にあらず、しかあれども、五和寺の不問を体得し、参徹することあるなり、仏向上に至らざれば、仏向上を体得することなし、五和にあらざれば、仏向上寺を体得せず、創建にあらず、創因にあらず、創世にあらず、創達にあらず、この家に、語は現状の時、
これ仏向上寺なり仏向上寺現状の時砂利不問なり砂利不問というは仏向上寺おのずから不問なりすでに五は寺砂利不問なり知るべし五はそれ門に善なせず善なと呼ぶね不問に善なせずこの家に門不問に不相関なり不問理造砂利なり五は理造砂利なりとも不認不不認不思議な読み方ですね不認不不認因も不因もなり砂利五は理すなわち砂利不問なりその不問堕落の終始は舌骨軽下にせられて不問なり自利に軽下せられて不問なり眼勢に消却化せられて不問なり心身に再却せられて不問なりしかあるゆえに不問なりこれらを念じてさらに五話とすべからず不問すなわち五話なるにあらず五話寺不問なるのみなし高祖堂の五話寺砂利不問は五話の同等同理は女等異等なりとも五話天五話なるべし五話に軽下せらるともう皆さんも随分正号言上をお読みになりましたから、最初からずっとこう読んでいきましてねで漢字も少なくてひらがなが多くてしかも流れるような文章で最後までスーッと読んで意味はよく分かんないけどもなんとなく分かったというそういう章はありますね。これは最初からゴツ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 しててそして読んでも読んでも分からんと最後までいくともっと分からんという文章でなんで権現さんはこんな難しいこと書かれたんでしょうかね。これは次の年に越前の国の方へ道元禅師がいらっしゃったのですから、道元が京都におられて正号言上をいくつもお書きになったその最後のあたりの章ですね。で、これを書き終わった次の年の7月に越前の国の方へ道元禅師がおいでになりました。まあそういうちょうど節目のおしまいの頃の、文章ということもあるんでしょうか。さて最初から現代語にちょっと直してみましょうか。皆さんと一緒に読みたいんですけども絶対に皆さんけつまずくと思うんで、今日は読まないでいきましょう。高祖金州東山五本大師東山五本大師は丹州雲岩山無住大師の後継ぎであると。如来より誕生して38番目の仏祖であります。自己より向上38位の隣これ大師より遡れば38人の仏祖を経てお釈迦様に至るというんでこれも不思議な文章ですね。今までの道元さんだったらこんなことは書かないよね。だって前に言ってるんだもん如来より38人と言ってるんだから遡れば38人決まってるんで、まあそのずけずけ言わせてもらえば無駄なことですね。この文章は大師ある時衆に示して曰く仏を超えるということを体得して今いささかお話ししたいことがあるぞ。そうすなわち聞く問ういかなるかこれ語はそれはどんなお話でございましょうか。大師曰く話している時にはあんたたちにはわからんよと。まあもうちょっと優しく言えば話したって分かってはくれまいよとも訳せんでしょうか。そう曰く和尚また聞くやいなよ
話したってお前さんたちには分からんだろうね。だから言ってて。じゃあ言ってるあなたは分かってるんですか。和尚はお分かりですか。大師は我が不合の時を待ちて、すなわち期間、私が話していない時を見りゃ分かるだろう。なんかちょっとひねくれてるねお前。これも、我々に近い言葉に直して言いますと、私が普段やってることを見りゃ分かるだろうよっていうような意味になるかもしれませんね。私が語はしないとき、話をしないときに分かるでしょうって言うんですけど、今言うところの仏向上の道、道、これ言葉ですね。仏を超えることという言葉は、それは唐山五本大師が初めて言われたことだ。唐山以外の仏祖方は、この唐山の言葉を山岳しきたって、仏向上時、仏を超えることということを体得したのだ。まさに知るべし、仏向上時は、仏を超えるということは、在院にあらず、釜にあらず、修行中のこと、これが在院ですね。修行中のことでもなく、仏位に至ってからのことでもない。しかあれども、語は自不問、そのことが語られているときにはわからない。ということを体得するときにそのことがわかる。だから話しているときにはわかるまいよということを自分が体得して初めてこのことはわかる。仏向上に至らざれば、仏を超えることという境界に至らざれば、仏を超えることを体得することはない。そりゃ当たり前だよね。しかしながら、語話にあらざれば、仏向上時を体得せず。っていう文章が出てきますね。語話してるときにはわからんと言っといて、語話にあらざれば仏向上時を体得せずとは、これはどういうことだ。ここでは、言葉で語られるということと体得するということが創建にあらず創因にあらずというふうに引っかかってくるんでしょうね。語るということと体験するということとは、片一方がなれば片一方も、できるとか、片一方が欠けていると片一方も欠けているというようなことではない。その二つが相関係しているものでもないし、相反しているものでもない。このゆえに語は現状の時、そのことが語られた時に、ああこれかと現状分かったとき、それが仏を超えることだ。したがってまた、仏を超えるということが実現しても、そのときにはまだ分からないのだ。いよいよ分からなくなってきたね。ジャリフモン、お前たちは分かるまいよということは、仏を超えるということは、不問なり。分かってそこへ行くのじゃないし、分からないでそこに行くのでもない。すでに語は自砂利不問。要するに、話しているときにはお前たちは分かるまいよと、一口にポーンと来ちゃうんだ。語は自砂利不問、ここはもう話せないって。話しているときとか、
話さない時とか、分かるとか分からんとかいうふうにバラバラにするなって。ごわじじゃりふもんとこう言わなきゃならない。で、今日は最初に申しましたように、私が作戦参謀に教わったように、堅固な陣地があったら、そこを遠回りに通れというやり方、今、湾岸戦争でやってますでしょ。実際には戦闘やってるんですよね。やってることすぐ分かりますよ。それで、こう弱そうなところ、弱そうなところを探してるわけですよ。そして、いろんなところでその小競り合いやってるんで、その小競り合いやってて、あ、ここは危ないな、ここはダメだなっていうことを探ってるわけで、この次大洪水が始まるときには、一番弱いなと思うところへストーンと行くんです。俺はもうどこの軍隊だってそれぐらいのことはやりますよ。ですから今はその堅固な陣地の横丁をすり抜けていこうというわけですね。さてどういうふうにすり抜けていくか。仏様っていうのが出てくると手も足も出ないんで、ちょっと仏様に退場していただいて、その仏っていうのは最高位でしょ。最高の位にいるものを超えるということになったら、どういうことになるか。まあ私は男ですので、今までですね、68年の間にたくさんの男の人いました。でその男の人の中で、あ、こいつは男らしいなという男を、何人も見ました。そういうこれ以上にすごい男はいないだろうなという男がここでいう仏様であるとしますと、そこを超える、その男を超えるような男がいるかいないかという話で逃げ出すわけですね。私少年兵の時に中隊長に来た人は西川司という大尉で、この人は西郷隆盛みたいな顔してるし、体もでっかいです。それから日本刀は胴だぬきというね、こんな太い日本刀を腰にぶら下げてるんで、ぶら下げてるだけでも尊敬したくなるぐらい。戸賀演習というのがありまして、昔の日本の陸軍の、工兵の鉄舟というのが鉄の船ですね。ちょうどこの御本堂の幅ぐらいありますけど、で畳1枚半ぐらいの幅がありますね。すんげえ重いんですけど、その鉄の船を桁で全部組んでしまいまして、その上に板を張ってくる。そうしますとちょうどこの御本堂ぐらいの船ができます。それを大きな炉で漕いで海を渡っていくんです。瀬戸内海のど真ん中に昔海賊が使っていた島がありまして、そこまで行って、それで撤収の演習を始めるんですけど、そこへ着くまでに、午前8時頃に出発しまして、到着するのは午後3時頃です。小便は原則行ってやるんです。でその辺のペーペーの兵隊が小便何便やったってですね、気にはならないんですけど、たまたま私が休みで原則に座っておりましたら、中隊長がつかつかっとこう原則に来たんですよ。やるなと思ってみたら、まあそりゃでっかいもんでしたね。私は親父の大事なところがでっかかったもんでね、あんまり驚かないんですけど、それから私の姉の婿さんっていうのは、これは負けずら大きいんで、大きいのはあんまりびっくりしない。その私がびっくりしたんだから、馬みたいなもんですね。それで、じゃーっとしょんべんしてるもんですから、私の、って言ってね、すっげえもんだなーと思ってたら、かしこんが、何見てるか。は、ちょっと説明できませんよね。ちょっと中隊長の大事なとこ見てますよ。は、緑がすって言ったら、お前ら、あのでっけえのでな、向こう平気で言うんですよ、あのでっけえのでな、兵隊が何百人も助かったんだよな、その話聞いていこう。そう言われりゃ聞きたいわね。聞きたくなくてもこういう時は聞きたいになりますって言わなきゃいけないんだから、それで、あ、聞きたいになりますって言ったら、そうか、お、じゃあみんなこっち行きのうちってね。それから中隊長のそのでっかいのが兵隊の命を救ったって話してくると思う。普通だったら中隊長みたいな、わあ、よせそんな話って言うでしょ。
全然関係ないですね、西川さんさん。また、あの、勝手にやりやがれとか言っちゃうんですよ。解放軍にね、五師団の部隊が包囲されたり。それでもう、全然抜けられない。人民解放軍っていうのはものすごい精鋭部隊でしたからね。それに包囲されたらもうどうしようもないんですよ。それで、解放軍っていうのは面白いですね。あの、総攻撃する日にちゃんと決めてるんですね。で、それ日本軍の方にはまた分かるんですって。で、明日朝やるなっていうのが分かってるんです。で、明日の朝全滅するっていうのも分かってるんです。そしたら、春隊長の西川司がね、塹壕の上上がってきた。それから、銃を構えてる解放軍、300メートル先ですから、もう目と鼻の先ですよ。日本の小銃の一番最初の、あの、こう、標準するの300メートルですからね。300メートルに入ってきたら確実に命中するんですから。それで向こう向かってしょんべんしたんですって。狙撃兵っていうのもちゃんと狙ってますから、撃たれたらもう一発でおしまいですね。ところが西川司は絶対に撃たないと信じたんですよね。それで悠々としょんべんして、それから降りてきた。どうして撃たないんでしょうかね、って言ったら、そりゃおめえ、あんまり大きいから惜しいと思ったんじゃねえかっていうか、なるほどな、そうでしょうかね、気を飲まれたんでしょうね。それで降りてきて、明日総攻撃がある、攻撃されたら手も足も出ない、みんなここで死んでしまう、それでここから脱出する、で今晩俺の後ろついてこい、で銃と剣だけ持って、弾丸な弾なんてのみんな置いてけ、で銃に着剣して、で敵が近づいてきて発見されたら刺し殺せ、銃は撃つなって、撃てば場所が分かっちゃうから絶対に撃つなって、で俺の後ろ一列になってついてこい、一個中隊の兵隊は中隊長の後ろから蛇のようにね、スル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 とね、解放軍の保障線抜けちゃったんですね。まあこの人はね、戦争の神様みたいな人も。そして朝になって解放軍が気がついたらですね、今まで自分の正面にいた、日本軍の一個中隊がいないんですよ、一人も。そうしたら解放軍はパッと包囲解いちゃったそうですね。これはもう未練たらしくね、朝からもう一遍やろうなんてことはしないんですね。抜け出したっていうのは分かった。抜け出した部隊がどうするか分かっていない。もしその部隊が別の日本軍と連絡を取って、それで我々を今度は逆に包囲したら逃げ場がなくなる。それで包囲を解いてパッといなくなっちゃった。助かった。だから500人ぐらいの兵隊はあの人に救われたんですね。いやー、その話を聞いてからね、僕はその中隊長を見るのが楽しみでしたね。そうか、将校ってやつはこういうのが本当の将校だなと思ってね。まあ、毎日毎日男の代表を見てるようなもんですからね。で、俺も将校になったら、西川司のように歩こうとかね、西川司のようにやろうというふうに考えたんです。なんせ私もまだ若いからね。そうして、私が将校に任官して、金沢の九師団の工兵連隊の兵隊をもらったんですよ。その前、霊帝先生に行って、半分以上みんな死んでしまいましたけど、で、台湾のキールに上がって、で、現役兵のパリッパリの部隊、私の部下になりました。そして、キールンという、ギランという町へ行って、そこの刑事司令になったんですよ。ある時、うちの部下が、アメリカの不発弾を持ってきて、で、それを私が処理して、それから、終戦まで私が処理したアメリカの不発弾は1750発処理したんですよ。西川司は不発弾の処理は一度もしてないんですよ。だから不発弾の処理をしたっていう数では台湾軍の中じゃ私がトップだったでしょうね。それはいくら西川司が偉くても私の真似はできなかったでしょうね。あの大きな図体じゃ途中で爆発したでしょうね。しかし一番最初に250キロの
不発弾が特攻隊の宿舎の天井を破って揺れている時に、それを処理してくれって警察署長が頼みに来ました。私がそれまで処理したのはこんな小さいやつですから、それでどれぐらいの不発弾だって言ったら、長さがこれぐらいで直径がこれぐらいっていうから、バーカ、それ250キロだ、もう手に負えない、俺嫌だ。そしたらその時憲兵隊長から電話かかってきて、あのなあ、悪いけどな、あの一発でいいんだからやってくれんかなっていうの、何の話ですかって言ったら、250キロの爆弾が特攻機の宿舎の、天井を破って揺れてるんで、これはどうしようもないんで、お前しかできないからって。どうして私が言い合うんですかって言ったら、警察署長から話は聞いてる、私がその焼夷弾のあの処理をしている時に中国人のおまわりさんがじっと見てたんですよ。それで私に隊長さんの名前何と言うかとか、隊長さんのところの電話番号何番とか、 お前さん何してるかとかね、いろいろか、うるせえなって、これは不発弾でこうやってその羽を回して100回回すと外れる、激震が出る、これをピンセットで取る、そうすれば爆発しないのよって説明してやったら、それみんな書いてる。それで所長に報告したもんで、所長はあの所長が困ってる時にね、困った困ったって言ったら、私あのすごく上手な人知ってるって教えたもんで、私の方がってきたんで、で私がやらないんで憲兵隊から電話がってきた。それで堤隊がやってくれってんで、やったんですけど、怖いですよ。でもね、そうして、それから憲兵隊長と僕は友達になってた。私はみんな大使館の向こうはタイですけど、ちょっとみたいな、何回と僕のところ電話が来てるんですけど、ある日また電話が来て、昨日よ、頼むからな、特攻機の操縦士が中国人の酒場で刀を抜いて暴れてるんで、そいつを捕まえてくれんかって言うか、それはね警察の仕事ですって言ったら、警察が行って捕まえられるかよって言うと、それは憲兵隊の仕事です、憲兵が出て行ったらどうなるかって言うと、知りませんよそんなこと、ちょっと憲兵が行って逮捕したら裁判になる、裁判になれば有罪になる、特攻機の操縦士有罪していいかって言うか、そんなことは知りませんよ、そんなこと言わないで、俺たちは行きたくても行けないんだから、お前なら、もう私ならいいんでしょうかね、わかりましたよって、それで捕まえていったんですよ。で、兵隊2人、優秀な兵隊2人ね、選んで、それで、宿舎の前、2人立ってますから、つけたいんですって、はっっていうのは、着剣しろって、自由に、何をしてるか、つけたいんですって言ったら、はいって、それで、剣を見てつけた、着剣しました。それから玉込めはっって、あれはびっくりするでしょう、航空隊の証拠を捕まえに行くのに実弾を装填したんだから。それでびっくりして私の顔見てるから、玉込め、分かりました、玉5発込めたんですよ。込めたらね、形相変わりましたね。だって銃というものはね、弾を込められなかったらね、あれは丸太棒と同じですよ。着剣してなかったら棒と同じですよ。着剣すれば槍になるんですよ。それで弾を装填すれば銃になるんですよ。で、引き金引きゃ撃てるんですよ。それで兵隊はね、私が撃て、撃てって言いかねないの知ってるんですよ。撃てと言われたら撃たなくなります。そしたら航空隊の将校、射殺することになります。それも特攻隊の将校です。それで、ね、二人連れて行きました。兵隊も形相変わって目がつり上がってます。それで、ね、入っていった。私はその時に、あの、日本刀をこんな革の厚いベルトに普通の日本刀を刺すようにして横に刺してる。いつでも抜けるようにしてあるんです。